ヒリオくん、回転数がすごい。あいつのダンスみたいなすげえ。いいですね。みんなスケートしてますね。ちゃんと。お、イカ選手の今回のドレス？めちゃくちゃ綺麗ですね。なんか、インタビューをしようとしたら、別の方が入ってきましたよ。あれは誰だったのでしょうか。今回の格好素晴らしく、セクシーで、頑張ってほしいです。ありがとうございました。イカ選手のフィギュアの種目が始まりました。いきなり回転数を上げております。いろんなところで回転をして観客を楽しませております。イカ選手素晴らしいですね。これは技名をつけてあげたいんですけど、何も思い浮かばない。セクシージャンプとでも言っておきましょうか。おたこ選手もティアラみたいなの好きって誰だ、誰なんだあの人は。全部いいとこ持ってくな。それではタコ選手の番になりました。ちょっと遅刻してきたか。遅刻大丈夫か。遅刻してきたか。タコ、これはもしかしたら減点だが、いや、しかし演技でカバー。タコ選手演技で遅刻をカバーしております。おお、今のくるくるかっこいい。これは高得点ではないでしょうか。いろんなとこに、いろんなとこにいてジャンプしておりますね。素晴らしい。それでは最後の選手、頑張ってください。それではヒデオ選手お願いします。おお、そんなとこから出てきた。そんなとこから出てきたの素晴らしい。なんかジャンプして足折れてないかな。すごい、めっちゃ回ってる。ターンがすごい。ターンしながら回っております。ヒデオ選手なんか出した。ヒデオ選手なんか出てきましたね。これは減点か、何なんでしょうか。お、なんだこれは。天を見上げて、これはヒデオイナバウアー、ヒデオイナバウアーしてる。うまい。これは荒川静香再来だ。今回はフィギュアスケート会会長ヒデオさん会長に来ていただいております。よろしくお願いします。採点はヒデオさん会長が決めてくれるのですが、ちょっと気になるところが、服装が選手と一緒ですね。それは応援してるからその格好をしてるってことですか。というわけではない。一選手にひいきしてるわけではないんですよね。大丈夫ですよね、会長。ああ、じゃあ、ちゃんと、正当な審査をしてくれるんだ。さあ、会長が今、一番良かった選手の名前を書いてくれてます。ちょっと建物が邪魔で、見にくいのですが、書いております。これは、ひらがなのひですね。これはひらがなの、れですかね。これはひらがなの、もですね。ヒデオ選手ですね。第2種目、優勝は、ヒデオ選手。おめでとうございます。ヒデオ選手、優勝。そして、第2位、銀メダル。イカちゃん。おめでとうございます。そして第3位、銅メダル。タコちゃん。おめでとうございます。なんか、めっちゃ嬉しそうですね。1位の方には。金メダルを、あげたいと思います。これは、会長からです。どうぞ。